Yuki Fukushima and Sayaka Hirota will be leading the women's doubles field at the Tokyo 2020 Olympic Games this month. The world number ones carry the burden of not only being the top pair, but they are also home favorites, as Japan look to retain the Olympic gold in the discipline. そうですね、まあ、オリンピックは2人ですごくこう、まあ、一番の目標にしてた、してるので、まあ、すごくこう特別な気持ちはあるんですけど、まあ、特にこう自分たちだけでこうなんていうか今の位置にいるわけでもないですし、すごくこうサポートされて応援してもらったりサポートしてもらっているので、まあ、それをこう恩返しできる場かなと思うので、すごくこう特別かなと思います。同じになるんですけど、オリンピックは4年に1度しかないですし、まあ、2人の目標でもあって、まあ、そこでこう結果が出れば一番の恩返しになると思います、思うので、まあ、すごく特別な思いは。Having dealt with the uncertainty surrounding the Olympics for the past year and a half due to COVID-19, Fukushima and Hirota are ready to go all out on the court in the hope of inspiring, encouraging, and thanking their supporters. そうですね、やっぱりすごく、まあ、大変な状況ではあると思いますし、自分たちだけじゃなくて、まあ、いろんな方もすごくこう、まあ、大変な状況だと思うんですけど、まあ、それに対して自分たちができることっていうのは、そうやってこう結果を出すことしかできないので、まあ、それでこう勇気だったり元気だったりをこう届けられたらいいなっていうのは思いますし、そうですね、もう本当に自分たちのことをずっとこう応援してくれたりサポートしてくれたり してくださる方がたくさんいるので。本当にこう恩返しっていう意味でも、自分たちがこうメダルを取るっていうことは、そういうことにつながっていくかなと思います。本当に支えてもらってる方だったり、サポートしてもらってる方への最高の恩返しになるっていうふうには思ってるので、まあ、またその自分たちの大きな目標として夢が一つ叶う場所でもあるのかなっていうふうに思ってます。そこで、まあ、コロナでこう1年延期になったりもして、まあ、苦しい時もあって、そこでのこう夢の舞台でもあるので、まあ、思いっきり自分たちがこう楽しんでるところを見てもらって、それがこう元気だったり感動したって言ってもらえるような風になればいいなと思ってます。